アタルビハーリー・バージペイイ。アタルビハーリー・バージペイイ。英語、アタルビハリー・バージピ。ヒンディー語、1924年12月25日から2018年8月16日は、インドの政治家。日本では主に、バジッパイと表記されることが多い。第13、16代首相。インド大衆連盟、ジャンサング、ジャナタと、インド人民党の創設者。 マディアプラデーシュ州のグワーリアル市出身。政治学の学位を有する。ジャーナリストとして活動していた。市を趣味とし、詩人として詩集を出版している。1951年にインド大衆連盟を創設。1968年から1973年まで総裁を務めた。また、1957年には第2回総選挙でロークサバー。 会員議員に選出されている。その後も1967年、1971年、1977年、1980年、1991年、1996年、1998年、1999年、2004年に選出され、計10期会員議員を務めた。また、1962年と1986年には、 ラージア、サバー、上院議員にも選ばれている。1977年、インディラ・ガンディの強権政治に対する反発から、インド国民会議の反インディラ派などと共に、ジャナタ党を創設。同年の選挙では、国民会議を破って第一党となり、政権を獲得した。バージッペイは1977年から1979年まで、ジャナタ党政権で外省を務めた。 外相としては、対立が続いていた中華人民共和国やパキスタンへの訪問を実現した。同時に、インソ政府間貿易経済、科学技術協力委員会の共同議長も務めた。ジャナタ党政権が党の分裂により崩壊すると、1980年にインド人民党を創設する。バージ・ペイイは、初代総裁に就任した。 その後、インド人民党は1984年の総選挙では2議席のみの獲得だったもの、1989年の選挙では85議席を獲得し、躍進を遂げる。バージペイイは躍進する党の中で、指導的立場を維持し、1993年7月から下院の野党院内総務を務めた。1996年の総選挙で、インド人民党が第一党となり、 政権を獲得すると大統領から組閣を要請されたためバージッペイイが首相に就任した。しかし政府が議会の信任を得られないことを理解してわずか2週間で総辞職した。その後、ジャナタダル政権が相次いで倒れ、1998年に解散総選挙が行われた結果、再びインド人民党が第一党の座を獲得する。大統領は 第一党の指導者として、バージペイイに、再び組閣を命じ、3月に内閣が発足した。今回は、他の政党の指示も得ており、連立政権を組むことができた。同年5月、1974年以来24年ぶりとなる、インド史上2度目の核実験を実施し、世界中を驚かせる。これに対抗して、パキスタンも半月後に、核実験を実施した。 各国の反応は分かれ、フランスやロシアはインドが核武装をする権利を認める一方、アメリカ合衆国やイギリス、日本は制裁措置をインドに課かした。インド国内の世論は核実験を支持し、バージペイ政権の支持率が上昇した。インパ双法による核実験実施後の翌1999年2月にパキスタンのナワーズ・シャリーフ首相、 当時とラホールで首脳会談を行い、緊張が続く、インパ関係の改善を目指したラホール宣言を発表した。しかしその直後の同年5月、カシミールのカルギル地区で、パキスタンのイスラーム武装勢力が停戦ラインを越えたことをきっかけにして、インパ両軍が衝突する事態が発生してしまい、関係改善には至らなかった。同年4月、 連立政権を離脱する政党が現れたことにより、インド人民党を中心とする与党連合の国民民主同盟が議会で過半数を失い、バージペイーの信任決議がロークサバー、会員で引き連れた。これを受けバージペイーは首相を辞任した。しかし解散総選挙が行われると国民民主同盟が議席の過半数を獲得したため、バージペイイは首相に返り咲いた。 第三次政権では、パキスタンとの関係において一時期緊張が高まる。2001年12月、イスラム武装勢力によるものとみられる国会議事堂襲撃事件が発生。インド政府はこれに、パキスタン政府が関与していたと非難した。バージペイイカシミールに配置されている、インド軍に対し、犠牲を覚悟して、決定的勝利に備えるようにと発言し、 戦争もさない姿勢を示すなど、一触即発の危機に陥った。しかしその後は、対話路線を進めるようになり、2003年4月、バージペイーは、ジャンムカシミール州を訪問した時に、パキスタンに対し和解意向を示し、さらに翌2004年1月の、南アジア地域協力連合首脳会議では、パキスタンの大統領であったパルベイズム・シャラフとの首脳会談を実現させた。 この首脳会談の席では、問題解決に向けた複合的対話を開始するという合意に至った。一方でカシミールなどのイスラーム過激派への警戒も、怠らず、同年にテロ対策としてイスラエルとの関係を強化した。また、中印国境紛争により長年対立していた中華、人民共和国との関係を改善し、戦略的パートナーシップの構築を目標にした。 2003年6月には中国への訪問を実現する。この訪問の際には、インド側がチベットを中国領として認める代わりに、中国側に、シッキムをインド領と認めさせ、国境紛争解決を目指した。経済政策においては、奈良新原青政権以来の経済自由化路線が継続された。第三次、バージッペイ政権では、 第二世代の経済改革が掲げられ、財政改革や自由化促進などの政策が取られた。その会もあり、バージベイ政権ではインドは高い経済成長を実現した。しかし2004年5月の総選挙で、国民民主同盟はインド国民会議中心の政党連合を、選挙後に統一進歩同盟と名付けられるに敗れる。敗因として、 経済成長に取り残された貧困層の不満を吸収できなかったことが挙げられる。この選挙結果を受けてバージュベイは首相を辞任。さらに翌2005年12月29日には政界引退を表明した。2018年8月16日、肝臓や尿管の感染症などのためニューデリーの病院で死去。インドで長らく与党だったインド国民会議派より、 保守的で、右派的な人民党政権成立の立役者である、ヒンドゥーナショナリストとされる一方で、穏健派であることから敵対者も含めて、社会、政界中で、大きな権威を有している。外交に深く通じ、外相時代にも対立が続いていた、中国やパキスタンを訪問するなど柔軟な、外交手腕を振るい、インドの核保有については妥協しない立場を取っていた。また、 元インド共産党、マルクス主義派で、人民党のイデオローグであるを首相府長官に抜擢して、シャイニングインディアをスローガンに、インドの国力増大を推し進めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。